そうですね、後藤商店本店。こちらですね、もともとうどん屋さんだったんですね。今やってるかちょっと分かんないですけど、今日はこの自販機ね、デラックスうどん、はい、デラックスうどん350円。今日はね、島根県の後藤商店に来ました。後藤商店の支店と本店があるんですけど、まあ1キロも離れてないんですよね。ちょっと後でね、行ってみようかなと思います。じゃあいただきます。デラックス結構ね、重量がありますね。爪が、油揚げがね、半分入って、でお肉がね、柑橘系のウズの味と、あ、肉の牛すじのね、風味というか。はい、後藤商店の本店にね、今向かおうとしてるんですけど、ちょっとね、気になる橋がありますね。高津川、ちょっとなんかおしゃれな橋です。こんな感じでございます。いかがなものでしょうか。で、これからね、向かう場所なんですけど、この目の前にあるね、奥かな、あの車道を越えたところにある、とこに、後藤商店の本店があるということで、ちょっと行ってみます。ここですね。あ、ここですね。後藤。ここはオアシスかな。後藤って書いてるんですけど、まあ向こうにもね、ありますね。
そらここがね本店かなと思うんですけど、書いてますね。ここですね、後藤商店本店です。かなりの、いますね、ハロウィンメイドの自販機。はい、ちょっとね気になってたこれです、オアシスですね。ドライブインオアシス、こっちはちょっとね品数が多いですね。パンとか、おお、ラーメン、こっちにもありますね。で、こっちも、まあいろいろあるわけですね。ガムの、ね、自販機もあります。あ、これまだ稼働するんですね。はい、じゃあ、じゃーん、ラーメン、こんな感じ。結構チャーシューがでかいですね。結構なんかいい感じのチャーシューと、おナルトが入って、ナルトとメンマで卵が半分入ってます。ゴミ箱ですね。まあこんな感じで、ぜひね皆さんも行ってみてください。すごい広いですね。で、後藤商店との支店と本店もあるんで、まあ合わせてね行ってもらえたらと思います。素晴らしいです。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。
皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。